ばんは、GTC サミット、岸田総新総理、さっき聞く、始まる我が国の戦略、見直し、岸田新総理の、始まる我が国の戦略見通し、岸田総理大臣は国会で所信演説で2013年2月12月に閣議決定された国家安全保障戦略にの見直しに着手を逃れた。私は、7年前に、総幕長時代には国が初めて政分化した、NSS 政権による、ことにできることが、これまで我が国が安全保障で変わる戦略の中とがある、ようでなかったことは安全保障に関係することなので、ある種の共通概念があった。G20 サミットですね、今度。